はい、どうも皆さんこんにちは、ナポニです。今日もやっていくのはドラゴンボール Z カカロットやっていきたいと思います。前回大猿になったベジータにね、悟空がやられてピンチっていうところなんで、ご飯とねクリリンで悟空のところへ戻ってベジータ倒しに行きたいと思います。それではやっていきましょう。なんだ、ものすごい気が上がってる。すごい気があるらしいね。ベジータか。お父さん危ない。あ、いた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 。オッケーオッケーオッケー。間に合ったか？クリリンさん、あれ、降りろご飯。下に降りて隠れるんだ。尻尾切れそうだけどね。まだ気づかれてないっぽいから。あ、ヤジロベ。ヤジロベ。あん、バケモン。誰だと思う？サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが。やつの尻尾を切れば元に戻る。ヤジロベの刀が輝くんじゃない？前に回ってやつの気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつの気を引けって。やつは元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。でも元の姿やったら悟空勝ててたかな。何か嫌がるな。やばい、バレた。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キエンザンか。キエンザン。おー、キエンザンだ。じゃあ、かわされた。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。ん？お、ヤジロベ。ナイス、ヤジロベ。MVP すぎるぞ。まさかご飯とベジータが戦うの？勝てるかな？待って、これまずい。あー、痛い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 。大丈夫。オッケー。これはガードしよっか。オッケー。よし、いけるぞいけるぞ。まずい。めっちゃ来るんだよなこれ。痛い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 。まだいけるはず。クリリンとかいないのか？あ、でも意外とすぐ倒せそう。もう一発撃ってみっか。もう一発。はい。やばい、避けられてる。これはガードしなくてもいける。オッケー。弱ってたな、ベジータ。しつこいガキめ。いい加減くたばりやがれ。お前を倒す。ピッコロに修行つけてもらったからね。お、悟空生きてる。クリリン、頼む。悟空、大丈夫か？センズないのか、センズ。今のうちに、クリリンに渡す。ほら、地球中から、集めた、元気玉を。何？オラの手を握ってくれ。クリリンで大丈夫か？こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。弾ができる。できそう？お、できた。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリン、そいつをやつにぶつけてくれ。
かった。やってみる。任せてくれ。絶対当てろよ、クリリン。くそ。ご飯、なんか普通に勝てそうだな。俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。お、海王様、悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。見てたのか、海王様。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。頑張れクリリン。取れた。お、感じたのか。元気玉ってこんなスピード速かったっけ。当たれ。あ、避けられた。ご飯。悪の気がないもんなら跳ね返せるはずだ。お、頑張れ。当たるんじゃない、さすがに。これは当たった。よし、次こそやっつけれたろ。飛んでった。爆発した。随分ひどい目に遭わせてくれたな。もうホラーやん。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。元気玉当てたのに。大猿になるんじゃない、もしかして。しまった。まだ勝機あるぞ、これ。大猿ご飯だ。あー、でもまずそう。あ、尻尾切られちゃった。体が押しつぶせ、そのまま。行ったか。まだ動けんのか、ベジータ。俺がまさか引き返すことになるとは。これ来た時に隕石みたいになってたやつじゃないの。無事だったんだ。あ、ヤジロベの刀。逃がしてたまるか。行けクリリン。なんで？すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ、悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。ベジータちょっとずつ逃げてる。こいつは俺たちの仲間を殺し、世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。
間違ってるな、わかるが、頼む。クリリンの言ってることが正しいとは思うが、たった一度だけのわがままだ。もう一度ヤツと戦うチャンスをくれ。わかったよ、お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。ああ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。うわあ、逃げられた。おーい、お、亀仙人、ブルマとかも乗ってそう。あ、いたいた、カリン様もいいんじゃん。大丈夫ソウ君。ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんなやられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。こん時ブルマと付き合ってたもんね。ヤムチャ、ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。なんかクリリンしてたもんな。何なんだろうその方法は。サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。これでナメック星に行くんだ。オス、ほら悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きけれ。ギニュー特戦隊だ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、あ、そんなところ、リクム、どうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。めちゃめちゃ楽しみ。次フリーザ戦か。かくして悟空たちは大きな犠牲を払いながらサイヤ人たちを撃退することに成功した。大怪我を負った悟空はしばらく治療に専念することになったが、ご飯は数日で回復し元気を取り戻していた。無事家に帰れてんのかな。あ、帰れてる。ご飯ちゃん、健康な体はいい食べ物から作られるだ。今日は特別にコース料理を作ってあげるだよ。え、本当に？ちょっと待ってるだよ、準備するからな。父に怒られてないね、よかったよかった。あれ、おかしいだな。この辺に教えてもらったレシピを置いてたはずだけど。参っただな。せっかくとっておきの料理をご飯ちゃんに食べさせようと思っただのに。誰に教えてもらったの？僕がもう一度聞いてきてあげるよ。本当だか？だと思う。大丈夫、僕も食べたいから。分かっただ。そのレシピを教えてもらったのは、レシピの情報を知っている人がケイリン村にいることを教えてもらった。それじゃあ行こうかな。頑張るだぞ。ケイリン村、初めて聞いた村だな。まあ悟空とかもね、今休んでるみたいだから、今ご飯が頑張んないと。コース料理について、最も高い食事効果を得られるのがコース料理です。コース料理の素材には複数の料理とレシピが必要。通常よりも手間はかかりますが、それ以上のメリットがあり、多くのステータスアップや料理効果を得ることができます。またコース料理は父にしか作れません。父専用なんだ。コース料理はどれだけ食べたかで強さが変わるほど重要です。できる限り多くのコース料理を食べましょう。インターバルについて、インターバルとは各辺の間の自由時間のことです。
アイテム収集や修行など次の戦いへの準備はもちろんですが、ミニストーリーやサブストーリーを探して楽しみましょう。インターバルは指定のキャラクターに話しかけると終了します。まあね、今ねちょっと大変だったからな。サイヤ人ベジータとかも来て、ラディッツから始まりね、ベジータに終わったけど、ちょっとここからは一旦あのキャラクターのステータスアップを目指すか。まずこれは何だろう。父の天然必殺技、ドラゴンボールを探す悟空、ブルマはウーロンを付け狙うヤムチャとプーアル。2人は6個目のドラゴンボールを持っているギフ魔王が住むというフライパン山の近くで恐竜に追われる少女に出会う。少女は怖がりながらも無我夢中で兜についたカッターで恐竜を真っ二つにし、さらに兜からビームを発射。恐竜はあっという間にコパミジになってしまうが、少女の正体が牛魔王の娘、父ならば納得の強さであろう。父のヘルメットゲットした。こんなとこに父のヘルメットがあったんだ。父昔は強かったんだね。頑張るだぞ。腕によりをかけて美味しい料理を作るだよ。ちょっと待ってよ、料理を作ってもらう。まだケイリー村だから行ってないから、ちょっと待ってよ。ちょっととりあえず外に出てみっか。はい。お、牛魔王じゃない？悟空やご飯たち、みんなが戦ってくれたおかげで、俺たちみんな助かったんだべ。よくやってくれただな、感謝してるだよ。頑張るだぞ。ご飯もまるで悟空みてに強くなって、やっぱり親子の血は争えねえってことだべな。頑張るだぞ。死んじまったみんなも、どうか助けてやってほしいだ。役に立つかわからねえが、これを使ってくれ。お、元気論くれた。ありがたい。こう見るとなんか昔の牛魔王はちょっと怖かったけど、優しいおじいちゃんって感じだね、今は。じゃああとはなんかこういうアイテムとかも拾ってっか。絹のエプロン。サブストーリーもやれるって言ってたよね。マップ見てみっか。特になさそう。これメインストーリーか。じゃあ、ワールドマップは？今はワールドマップ移動できないんだ。じゃあちょっと、いろいろ探索してみっかな。サブクエもできるってなってたけど、ないんだもんな。中央の原野エリアでアイテムがたくさん落ちてるみたい。ちょっと見てきてよ。ブルマからなんか呼び出しが来たね。お、プーアルだ。あ、やばい。ヤムチャ死んじゃったからな。ちょっとプーアルに話しかけてみっか。ここだ。あ、ヤムチャの家じゃないこれ。隠れ家。待てよ。ほい。ヤムチャ様はナメクセのドラゴンボールで生き返れるかもしれないんですよね。僕、ヤムチャ様にまた会えるって信じてます。ナメクセに行くためにはどうすればいいか。あ、なんかある。アイテム。なんだこれ。お、荒野の盗賊ヤムチャ。乗り物が燃料切れしてしまい、徒歩で荒野を横断する羽目になった悟空、ブルマ、ウーロン。疲れ果てて休憩しているところに自称荒野を根城にするハイエナヤムチャと相棒のプーアルが現れ、金やホイポイカプセルを要求する。悟空は抵抗するも空腹で力が出せず、ヤムチャの老化夫婦家に手こずるが、ヤムチャはブルマに気づくなり、なぜか撤退するのだった。女の子にね、弱いんだよね、ヤムチャは。こんな感じなんだ、ヤムチャの。なんか書いてる。読めないけど。初めて来たね、ヤムチャの根城っていうのかな。今もここに住んでんのかな。なんか今は都にいそうなイメージだけど。お、すげえ。車通ってる。すごいすごい。これ止まんないの？俺が目の前に立ってったら。あ、ちゃんと止まってくれる。しかもタクシーだった。なんか探検するのも面白いな。いろんなとこ行ける。お、これは都じゃない？すげえ、都会じゃん。めちゃめちゃ。初めて来た。あ、ブルマの父ちゃんじゃないのこれ。降りてみようよ。あ、人もたくさんいる。いや、今日はママに頼まれてね、買い物に来ておるんだよ。頼まれたものをバッチリ買ったつもりだったけど、ちょっと多かったみたいでね、母。どうかね。持って帰るのも重いし、少し分けてあげるよ。それじゃあね。おお、米分けてもらった。ありがたい、ありがたい。お、こんなとこに美人のお姉さんがいるぞ。待ちくたびれた彼女。聞いて聞いて、遅刻魔の彼氏とついに別れたの。やっぱり時間にルーズなのはダメよね。なぜかこういう人って絶対治らないのよね。確かに、遅刻はいけない。他は？うわ、すごいな。こんな感じなのか。なんか悟空もさ、都に初めて来た時にはすごいびっくりしたもんね。すげえ。自由度高っ。じゃあ、結構もう探索したと思うから、メインストーリーの場所行ってみようかな。サブクもね、クリアしちゃってて多分今はないと思うから。お、あそこに、ウーロンがいる。ウーロン何してんだ？ここで。ほい。
俺この奥の村に行こうとしてたんだけどさ、突然すっごい風に飛ばされて気がついたらこんなとこにいたんだぜ、うん、一体どうなってんだよ。ずっとそこにいて大丈夫？俺は行くよあ、でも意外と近いかもな。ちょ、一回高く上がってみて、あの、なんか柱みたいなのがあるはず、赤いマークの。どこだ？こっちになってんだよな。ここら辺？お、この下だ。行ってみっか。おー、こんなとこになんか村があるぞ。これが競輪村だ。あ、このお姉さんかな？もしかしてあなたはお母さんの知り合いの人ですか？あら、どちら様？こんにちは。こんにちは。僕、孫悟飯って言います。お母さんの名前は父です。ああ、父さんのところの。父さんには危ないところを何度も助けられてるのよ。なぜだか私、よく狼とかに襲われちゃうのよ。あはは。食材をたくさん買い出してくるから、その匂いに寄ってきちゃうのかな。いやー、ほんと困っちゃうわね。大変ですね。ところで私に何か用かな。あ、そうでした。この間お母さんがもらったレシピなんですけど、なくしてしまったみたいで。すいません、もう一回もらえないでしょうか。オッケー。ああ、あれ、いいわよ。父さんにはお世話になってるからね。すぐ書くからちょっと待っててね。いいね、順調に進んでるね。はい、どうぞ。肉定食のレシピ。ありがとうございます。ご飯とごく喜びそう、このご飯は。あと、これも持ってって。丸ごと骨付き肉、ヒーヒーマーボー。え、食材までこんなにたくさん、悪いですよ。いいのいいの、ちょっと買いすぎたかなと思ってたし。そうですか。ありがとうございます。父さんにもよろしく言っといて。また危ない目に遭った時は助けてくださいってね。ま、さすがにそう何度も襲われないわよね。あはは、フラグが立ったぞ。はい。そうですね。あはは。この人なんか不安だな。さて、じゃあ父んとこに帰ればいいのかな。ちょっと待ってよ。なんかさ、マップの横にさ、ドラゴンボールのマークない？もしかしてドラゴンボールがある？いや、さすがに今はないか。ピッコロも死んじゃったし。まあじゃあ、一旦父んとこに戻るか。なんか川、ここら辺のさ、川沿いに家があったような気すんだけど、どうだろう。あ、あそこに赤い柱があるから意外と近いかも。さ、着いたぞ。ほい。父に定食作ってもらおう。さ、修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。すごい、ワンルームなんだね、今思えば。ほい。ただいま、レシピをもらってきたよ。さすがオラのご飯ちゃんだべ。それじゃあ早速作って食べさせてあげるだ。コース料理を作ってもらう。これだよね、肉定食。はい。うわ、うまそう。チャーシュー丼みたいな感じか。もらった食材全部使ってくれてるね。お、すごい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 、経験値もアップしてる。すごいな、ご飯やっぱいっぱい食べた方がいいんだね。おお、ステータス付与こんなに。料理効果ってのもあんだ。いい食べっぷりだべ。そんだけ食べればもう大丈夫だな。うん、美味しかったよ。お母さん、ごちそうさまでした。ご飯ちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん、そうだね。さて、次はカメハウスかな。元気になったこと伝えなくちゃ。悟空はどこにいるんだろう。おーい、ご飯聞こえるか。はい。あ、クリリンさんですか。どうしたんです。いやさ、あの戦いの後でゆっくりしたいだろうけど、
ベジータがいつ戻ってくるかもわからないだろ。だから修行するのを忘れるなよって伝えたくてさ。はい。確かにそうですね。お前もあの戦いを乗り越えたんだ。修行すればもっと強くなれるはずだぜ。ありがとうございます。プリリンさん、僕時間を見つけて修行やっておきます。ああもちろん俺もやっとくよ。またな。修行場に新しいメニューが追加された。おお、行ってみるか。おーい、おーい、海王様だ。ん、この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。ベジータ戻ってきた。気をつけるんじゃ。わかりました。用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。誰だ。ちょっと悪の木のところまで行ってみるか。したらさあ近くまで来たけど、普通の村っぽいけどな。誰がいるんだろう。あ、栽培マンだ。化け物。しかもこのさ、赤いオーラって強いやつじゃなかったっけ。なんなんだこいつ、浮いてるぞ。ご飯一人で倒せるかな。危ない、ナイス。君、危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。勝てるかな。パワーアップした栽培マン3体でしょ。レベル何ぼ。18か。やばい、ご飯よりレベル高いぞ。うわ、なかなか強そう。まずい、危ない。こいつらさ、まとめて攻撃するからちょっと強いよね。ほいほい、これでどうだ。もう一回いける。よし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 、これで魔線香オッケー。倒しきれはしないけど、まだいける。ほい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 、よし、1体倒した。オッケー。やばい、はい、2体同時はきつい。2体同時はきつい。なんか強いの来そう。これでどうだ。よし、飛ばした。ちょっと気が足りてないから、どっかで一回ゲージを貯めたいね。一旦距離取ってるところだけど疲れてる。まずい、ふい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 、オッケー。ラストだこいつが。よし、まずい。意外と生きてる。あ、こいつは15レベル、そんなに強くないぞ。よし、強いやつを先に倒せたのはでかい。ふいふいふい、よし、父が作ってくれたコース料理の成果が出たね。みんな無事に逃げたみたいだ。おい、どうやら悪しき力を持った者が地球に出没しておるようじゃな。放っておくと何をしでかすかわからん。ご飯よ。これからもあのような輩と遭遇したら速やかに倒すのじゃ。頼んだぞ。はい。強力な強敵。世界に強力な強敵が出現するようになりました。強力な強敵は各エリア内に複数おり、全て倒すことによってさらに強い強敵が姿を現します。腕に自信があるならばぜひ挑戦してみましょう。強力な強敵が出現しているエリアはワールドマップ画面のアイコンで確認することができます。わー、そうやって言って前回さ戦ったっけ、ボコボコにされたからな。レベルしっかり上げてからがいいよね。さてさて、じゃあいろんなマップが開放されてて、待ってよ、西の都のところになんかこれサブクエのチェックマークついてんね。行ってみるか。さてさて、ここだ。お、フィラフ大王じゃないのこれ。あ、三人衆だ、みんないるね。ほい、皆さんどうしたんですか。助けてください、ロボットに襲われているんです。フィラフ一味の悪だくみ。フィラフ一味が困っているようだ、お願いを聞いてあげよう。オッケー。このロボットたちやっつけちゃっていいんですか。ぜひお願いします。こいつらはもともとピラフ様が盗んできたんですけど、改造している最中に暴走してしまったんです。こら、人聞きの悪いことを言うな。おお、めちゃめちゃ来てる、めちゃ危ない危ない危ない。やらせないぞ。待て、僕が相手だ。
倒せるかな。3体だぞ。あ、でも16レベルいけるんじゃないか。 OK、 よし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 。まず1体を集中して倒して数を減らしたいところではある。いてぇ、ほい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 。 OKOKOK、 まだバフはかかってるよね、ご飯の。ゲージ下のところになんかマーク2つついてるから、上が印ついてる。これが多分料理効果のバフだと思うんだよな。よし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 。ちょっとご飯もカメハメハ覚えたいね。まだだっけ。よし、ラスト1体いくぞ。ほいほいほい。よし、オッケー。いって。俺さ、そういえば気弾で戦うってことそんなないんだけど、強いのかな。いや、当たんねえわ。オッケー、よし、これでもう一回。オッケー。あー、削りきれんかったけど、もう一発撃てるからそのままいっちゃおう。オッケー、バンザーイ。助かったぞ。ありがとうございます。どこのどなたか存じませんが、本当にありがとうございました。どうしましょう。ですがピラス様、ロボットは壊れてしまいましたね。改造してあの小僧を倒す作戦だったのに。問題ない。あれのパーツを使って新たな兵器を作るのだ。お前たち、ロボットの残骸を残らず集めろ。了解。は、あれ、新たな兵器を作る。もしかしてあなたたち悪い人なんですか。いえ、とんでもないです。私たちはいつも邪魔してくる小僧を倒したいだけで。はい、そうです。このお方はピラフ大王様といってすごく偉い人なんですよ。ピラフ様はかつてとある地方のほんの一部で栄えたメシキア族の王子なのです。えっへん。ピラフ大王さん、聞いたことがないですね。そんなピラフ様、元気を出してください。新型ピラフマシンを完成させてピラフ様の名を世界中に知らしめましょう。うん、そうだな。こうしてロボットの部品も手に入ったわけだし。ありがとうございます。では私たちはこれで失礼します。助けていただき本当にありがとうございました。おー、クリア。ロボットのパーツ渡してもよかったのかな。でも極悪人じゃないみたいだし、もしロボットを使って悪いことをしたら僕がやっつけちゃえばいいか。ベストパスだったな。お、レベルも上がった。よし、さーて目的のカメハウス着いたぞ。ほい、元気してるみんな。でもちょっと待ってよ、修行受けろって言ってたから今回は修行受けて終わりにしよっかな。ちょっと調べてみっか。お、なにこれ、新しいの出てんじゃん。ちょ、2つともやってみっか。なんだ、青いご飯たちだ。こいつらに勝てばいいってことか。あぶね。ピッコロもクリリもいいんでしょ。今まで味方だった人たちが全員敵か。オッケー。ほら、オッケー。よし、いけるはず。ダメか。うわー、逆に撃たれた。これに勝てばでもなんか強い必殺技みたいなのが手に入るはずなんだよ。さて、ご飯はあと少しで倒せそう。よし、ご飯倒した。あと2人。クリリンとあとピッコロか。いや、ピッコロ強そうだな。ピッコロ強そうだから行って、クリリンか倒そうと思ったけど、クリリンも剣山とか打ってくんのか。マセンコ、よし、当たってる当たってる。さあ、なんだかんだクリリンも倒した。あとはピッコロさんだけ。一回ゲージ貯めるか。強すぎるな。いけるか。よし、水の中でも。オッケーオッケーオッケー。いいぞ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 。保有力高い。これでどうだ。オッケー。あ、これ避けないとまずいね。避けれた。よし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 、いって。あー、ピッコロの攻撃の方が早かったか。ほい、すごいね、ピッコロこんなに水の中入れたんだ。どうだ。よし、倒せた。オッケー。お父さんとここに来てからいろんなことがあったな。これでクラッシュストライクっていうのを習得した。あー、こうやってね。そうだそうだ、チュートリアルの時もね、こうやって修行して必殺技を覚えていくみたいなのあったもんね。定期的にやっていく必要があるな。だとしたら、よし、じゃあちょっと亀仙人にも話してストーリー進めてみっか。こんにちは、亀仙人さん。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか。確かに、みんないつもこの亀ハウスにいるのにね。うん、ちょっと人探しに出ていてんな。人探し、人探し。ランチさんという
以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての。確かにランチまだ一回も出てきてないね。天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。確かにあの戦場にいたら生きてるかわからんな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。西の都じゃから、西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。代わりにご飯が行くんじゃない？これもしかしたら。そうなんですね。じゃ僕が探しに行きましょうか。ほらほら。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしてある。ただしくしゃみをすると、それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。ゲス仙人だ。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。ちゃんとくしゃみした時のも教えといてよ、亀仙人。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました、探してみます。見つけれるかな。インターバル、ワールドマップから西の都へ向かえ。よし、じゃあ次回ランチ探しをやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。